秋高ダンス会場、横浜アリーナ夏高ダンス会場、パシフィコ横浜、国立大ホール冬高ダンス会場は、赤と青に分かれた3人、VS3 人のバトル形式日本高校ダンス部選手権は、高校ダンス部の日本一を決める競技会。高等学校の部活動を対象として2008年に始まったオールジャンルのダンス競技会で、別名ダンススタジアム、 産経新聞社及びストリートダンス協会、富士テレビが主催し、エースコックの特別協賛により行われている。スポーツ庁と全国高等学校体育連盟が講演。参加条件は認可された、ダンス部、同好会のみに限定され、顧問の共有の同行が必須条件。春、夏、秋、冬と年に4から5回開催される。通称、春高ダンス。 夏高ダンス、秋高ダンス、冬高ダンス、選抜大会。地区予選は、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の8ブロック。第1回の夏高ダンスでは、関西地区のみの開催であったが、第2回からは、東日本、西日本に分けて開催され、第4回以降は、 複数のブロック予選で上位入賞したチームによる全国決勝大会が行われている。ありがとうございます。